あとはあっちの駐車場かな。あ、赤になった、引かれちゃう。見る。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッターがあればフェンスを破れる。ああ、それであのコンビニから盗んでくるってことか。ワイヤーカッター。ワイヤーカッター盗んでこよう。あったよね、ワイヤーカッター。これ。アリス、お願いがあるの。アリスに頼んでみよう。あそこの缶が見える。あの缶を倒してほしいの。缶を倒す？なんで？いいから、私を信じて。よし、今じゃ。取れない。大丈夫？怪我はない？優しい店員だな。ああ、いいんだよ。ただの缶詰だろ。で？ああ、お金を。落ちて音が鳴っただけさ。お金を取るってことか。こんな時間に一人で何してるんだい。大丈夫、怖がらないで。お金を取るのはなんか違うな。もうびっくりしちゃった。じゃあ何かあったら俺に言うんだぞ。いいね。優しいじゃんこの人。よそ見はダメだよ。よそ見はダメだよ。店員さんがね。これ普通に買えるのかな。大丈夫よ。泊まれる場所は見つけるから。さあ、戻りましょう。戻りましょう。モーテルは利用できない。戻るのは危険すぎる。ワイヤーカッター。これ以上言っても無駄ね。あ、やばい。ワイヤーカッター取れるかと思ったら取れないんだ。じゃあもう車に止まるしかないな。車に止まる。あそこはなんかないのかな。コインランドリー。青年が一人。はい、入ってみよう。ここだったら温まれるわね。ワイヤーカッターないかな。服を着替える。あ、服着替えられんのか、ここ。
服。寝てるもんなこの人。あー、なんか入ってる。アリス用の乾いた服。何してるの？私たちのじゃないよ。分かって、アリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。ダメ。やめよう。そうね。やっぱりいけないことよ。あ、アリスの信用が上がった。あ、こんなところに。ミツバチの過労死。次。音楽と向き合う。うん。服着れないしな。この人どうにかできないのかな。盗む盗まない。車に止まるか。ワイヤーカッターなかったな。行きましょう。やっぱあのコンビニで買わなきゃいけなかったんだな、ワイヤーカッター。買わなきゃってか万引きか。モーテルには止まれない。駐車場。40ドル。で、ここも入れなかったら行くとこない。ここももし入れなかったらもう行くとこないわ。監視カメラに見えないようにして撮れたのかなと思って。なんかある。掴む。なんか手に入れた。あ、フェンス破れるか。どうしようかな。ここで手に入るんだ、あれ。盗まなくてよかったじゃん。切る。あ、こっちから向こうに行けるんだ。車。廃車みたい。壊す。ちょっと待って、こっち行ける。R1。 え？
なぜ？あ、押しっぱなしか。大丈夫？なんか傷ついた。かすり傷よ。気をつけて。R1。大丈夫、ちょっと見てみるだけ。入り口を見つける。入り口、コンビニ。コンビニなんかお金盗んでモーテル、モーテル泊まりたい人はコンビニでお金を盗むしかなかったのか。てかこっから、あ、こっからは入れないか。入り口、あ、あるな。引っ張る、見る。ここは開ける、開かない。アリス、アリス、あれ、アリスいない。アリスどこ行った？え？ちょっと何してるの？ラルフに、お客はいらない奴らはラルフをいじめる。人間に何されたかは知らないけど、この子は関係ない。人間はラルフをいじめる。人間はラルフをいじめる。でもラルフは二度とそんなことさせないんだ。絶対にね。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。こいつの家か、ここ。客は危険だ。客は危険。ラルフにこんなことをした。ひどいな。銃、粘る、安心させる。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことをしてしまう。大丈夫かな、この人。ひどい目やってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。本当かな。わかった、今晩だけでいい。ほら来て、さあほらこっちだ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。おいで。大丈夫かな。おいで、おいで。ゆっくりしていってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど、やることがあるから。やること。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。火を起こすわね。アリスの寝る場所を用意する。火を起こす。ラルフやることって何やってんだろうね。火を起こす。ちょっと待って。なんか武器とか持ってた方がいいかもしれないな。マッチを見つけた。
大丈夫かなこいつ。RA9 どういう意味？え？え？壁の文字をなぜ書いてるの？わからない。わからない。怖っ。アイアムアライブ RA9。 あ、紙。木材。出る、出れる、出る。これなんか出た方がいいのかな。なんかないかな。毛布。木材めっちゃ落ちてるけど、ここ。これ拾えないの？あれ上なんもないのかな。なんもなかったね。あ、あったあったあった。怖いな、なんか襲ってきそうだなあいつ。火を起こしてあとは毛布を見つける。暖炉の近くに寝る場所を用意する。こんなとこで大丈夫？さあ寝ましょう。粗末だけど、でも暖かくはなるはずよ。怖いな。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だった？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。
約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。ほら、もう寝ないと。キスする。ぐっすり寝るのよ。アリスと横になりたいけど、あいつ怖いしな。ここで寝る。こいつ大丈夫か？私は寝てしまって大丈夫なんだろうか？ここで寝るって選択肢しかないんだ。怖い。殺されそう。でもここで寝よう。こんな状況じゃ寝れないよね、普通。すっごい選択肢分かれてる。すごい分かれてるじゃん、これ。いっぱいあるんだね。すごいな。腰痛めそうな。いやー、続きが気になる。しかもコナーが出てこない。多分充電するんじゃないですか、寝て。あいつ、そうだよね、コナーの時人間殺したアンドロイドくんかな。あれ。怖いな。絶対私こういうの死んじゃうんだよね。一回目の選択。さっき推理はすごいやり直したかった。なんか適当に選びすぎてしまった。はい。というわけでちょっとね、時間があれなんで、今日はここまでにしとこうかな。すごい、もうどうなったか気になるんだけど、この先。全世界の選択？45%。あいつ絶対襲ってくるでしょう。はい、まあいいや。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、
光を